ウィリアム・スターク・ローズクランズは、発明家、石炭油会社社長、外交官、政治家、アメリカ陸軍士官である。南北戦争の時に、北軍の将軍として、名声を得た。第二次コリンスの戦いや、ストーンズ・リバーの戦い及び、タラホーマ方面作戦など西部戦線における、有名な戦いでの勝者だったが、その軍歴は1863年の近マウガの、 戦いで惨めな敗北を起死して事実上終わった。オハイオ州デラウェア軍キングストンタウンシップのリトルテイラー・ランで、クランデル・ローズ・クランズとジェーン・ホップキンズ夫妻の息子として生まれた。祖,祖父のスティーブン・ホップキンスはロードアイランド植民地総督であり、アメリカ独立宣言の署名者だった。1842年に陸軍士官学校を 同期56名のうち5番目の成績で卒業した。同期には、ジェームズ・ロング・ストリート、DH ・ヒルおよびアブナー・ダブル・デイのような著名な将来の将軍たちがいた。アメリカ陸軍は、ローズ・クランズを公平日誌に任命し、バージニア州ハンプトン・ローズの要塞化の任務を当てた。後にウェストポイントの講師を務め、ニューイングランドの様々な勤務地を動いた。1854年に、 陸軍から退役し、土木業界に入った。バージニア州西部で工業を営んで大変うまく経営し石鹸を作るより効果的な方法など多くの発明もした。プレストン石炭油会社社長を務めていた1859年石油ランプが爆発して大火傷をした。この火傷から回復する頃に南北戦争が始まった。ジョージ・マクレラン少将の志願副官として 従軍を始めた。大佐に昇進したローズクランズは、第23おはよう表連隊の指揮官となったが、その隊員の中には後に大統領となった、ラザフォード・ヘイズとウィリアム・マッキンリーがいた。1861年5月16日付で、正規軍の順将に昇進した。リッチ山の戦いでの北軍勝利を含む、ウェストバージニア方面作戦におけるローズクランズの作戦と決断は、 極めて有効だということが証明された。しかし、その上官、マクレラン少将が、その勝利に、功績ありとされた。第一次ブルランの戦いで北軍がこうむった、敗北の後で、マクレランは、ワシントン DC に呼びつけられ、総司令官ウィンフィールド・スコットはマクレランが、ウェストバージニアにおける、指揮権を、ローズクランズに渡すよう示唆した。マクレランはその通りにし、 ローズクランズがウェストバージニア方面軍となる部隊の指揮に就いた。1862年5月にミシシッピ軍右翼の指揮を受け、ヘンリー・ハレック少将が指揮したコリンスの包囲戦では重要な役割を演じた。6月26日には全軍の指揮権を受け、7月にはコリンス地区軍を指揮する二重の責任が加わった。この役割で、 ユリシーズ・グラント少将の有能な部下となり、1862年9月と10月のイウカ・コリンス方面作戦の指示を受けた。イウカの戦いでは、南軍のスターリング・プライス少将の軍隊に対して二面攻撃の一部を担うはずだったが、ローズ・クランズ軍の戦場到着が遅れ、グラントは他の指揮官、エドワード・オード少将にイウカの南で、 ローズクランズ軍が戦っている音を聞くまで待ち、それから北から攻撃するよう命じた。風向きのせいで音が遮られ、オードやグラントは戦闘の音を聞けず、ローズクランズ軍が単独で戦ったが、結果はうまくいった。プライスは敗れてイーカから撤退し、グラントはローズクランズがその敵を攻撃的に追撃しなかったことを批判した。ローズクランズは 次に、第二次コリンスの戦いで、アール・バンドーンと対峙し、流血の多い二日間の戦いで、バンドーン軍は、ローズクランズの残酷に入った部隊に攻撃して、大きな損失を受けた。戦闘中、ローズクランズが戦死したという噂が流れ、銃声が止んだ時に、南軍が撤退し、ローズクランズは、馬に乗って、前線を巡回して、兵士たちをねぎらい。 彼が生きていると確認させた。しかしこの時も、グラントから迅速に動けという命令を受けていたにも、かかわらず、破れた敵軍に対する追撃は、制裁のないものになり、翌朝まで開始しようとしなかった。バンドーンは、ハッチイバシの戦いでも追撃を逃れることができ、全軍が完璧に破壊されるのを免れた。多くの者の,の中でもグラントは後に繰り返し、 ローズクランズが慎重に過ぎると攻めた。それでもローズクランズは北部の新聞では英雄扱いだった。10月24日には実行のないドンカルロスビューエルに代わり第14軍団の指揮を任され少々に昇進した。グラントはローズクランズがその指揮範囲から外れたことに不満だった。昇進は1862年3月31日に遡っていたので、 仲間のトーマス少将よりも上官になった。トーマスはそれ以前にビューエルの公認を提案されていたが、個人的な忠誠心のためにその機会を断っていた。ローズクランズの前任者ビューエルが、ペリービルの戦いの後で、南軍の将軍ブラックストンブラックをまとまりなく、追撃したために解任された。ローズクランズは、まだ同様な用心深さを示しており、 その軍隊を再編成して、騎兵隊の訓練を改善している間、ナッシュビルに泊まっていた。1862年12月初旬までに、最高司令官ヘンリー・ハルックは、その我慢ができなくなった。ローズクランズにあてて、手紙を書き、もしあなたがあと一週間ナッシュビルに泊まっているなら、私はあなたの解任を阻止できない。と言った。ローズクランズは、 私は義務が何かを知ることよりも他に私にその義務を行わせる刺激を必要としない。解任するとかいうような脅しに対して私は自覚がないということを許してもらわねばならない。と答えた。12月遅く、ローズクランズはブラックのテネシー軍に対する抗軍を開始し、マーフリーズボロの郊外に宿営を張った。ストーンズリバーの戦いは損失率という点で、 南北戦争の中でも最も流血の多い戦いになった。戦術的には引き分けたが、ブラックが先に戦場から軍隊を引き上げた。それでも、この戦闘は数週間前のフレデリックスバーグの戦いでの敗北に続いて、北軍の指揮にとって重要なものであり、エイブラハムリンカーン大統領は、ローズクランズに当てて、あなたは我々に骨の折れる勝利をもたらした。 もし敗北していたら国は永続できなかっただろうと書き送った。この勝利はテネシー州中部に対する南軍の脅威も無力化した。ローズクランズの第14軍団は間もなくカンバーランド軍と名前を変えた。この軍隊はブラックに対するタラホーマ方面作戦でわずか500名足らずの損失で勝利を挙げた。ローズクランズは アメリカ陸軍でも最も好感を持たれる将軍の一人になった。部下の兵士には年寄りのロージーと呼ばれたが、これはその性のゆえだけでなく、強化されたローマ人とも表現されるようなその大きく高い花のゆえでもあり、その深酒をたしなむ習慣のために赤くなっていたためと考えられる。敬けなカトリック教徒でもあり、時計の鎖には十字架をつけポケットにはロザリオがあり、 夜半過ぎまで参謀と宗教原理について議論を続けることを好んだ。棘のある怒りから温厚な娯楽まで素早く切り替えることができ、それが部下を慕わせるようにさせた。ローズクランズは戦闘で引っかかりながら進み、その軍隊を細かく管理する傾向があった。このことで近間馬の戦いでは大きな問題になった。トマス・ジェイウッド殉賞に向けて、 レイノルズ将軍の師団に接近して支援しろと命令を与えた。しかしこのことが戦線に穴を開けさせることになった。北軍が崩壊を何とか免れたのはジョージ・エイチ・トーマス少将が戦線の中央を失守する英雄的な行動があったからのことだった。西部戦線でのこの北軍の敗北に続いてローズクランズはチャタヌーガに引き返しそこで近マウガの勝者であり、 旧敵でもあるブラックストンブラックの軍に包囲された。ユリシーズ・グラントが西部全軍の指揮官となった時に、ローズクランズをカンバーランド軍指揮官から解任し、後任にはトーマスを据えた。ローズクランズはオハイオ州新シ,シナティに行って、次の命令を待ったが、結局戦闘ではそれ以降、大きな役割を担うことはなかった。 1864年1月から12月まで、ミズーリ方面軍の指揮を任され、スターリング・プライスのミズーリ襲撃に対して、積極的に対抗した。1864年共和党全国大会では、ローズクランズの元参謀長で、オハイオ州大議員団長のジェームズ・ガーフィールドが、ローズクランズに連邦を打って、エイブラハム・リン・カーンの副大統領候補として、 出馬するつもりがあるかを打診してきた。その年の共和党は国民統一党という一時的な名前でリンカーンと共に戦う高ハ民主党員を求めていた。ローズクランズは曖昧に肯定的な答えを返したがガーフィールドが返事の電報を受け取ることはなかった。ローズクランズの友人はアメリカ合衆国国務長官エドウィン・スタントンがそれを抑えて隠したと推測した。 1865年、ストーンズリバーの功績に感謝する形で少々への名誉昇進を果たした。1867年には陸軍から除退した。1868年から1869年、ローズクランズは中メキシコ大使を務めたが、その旧敵グラントが大統領になった時に交代させられた。1869年のオハイオ州知事選では、 民主党の指名を断った。メキシコとカリフォルニア州での工業経営に復帰し10年間続けた。カリフォルニアではアメリカ合衆国会議員に選ばれ、これを1881年から1885年まで務め、財務省登録官に指名されて1885年から1893年まで務めた。ローズクランズは1898年に、 カリフォルニア州、レドンドビーチのランチョソーサルレドンドで死に、アーリントン国立墓地に埋葬されている。カリフォルニア州サンディエゴヌ・フォート・ローズクランズ、国立墓地は彼にちなんで名付けられ、また、ロサンジェルス郡南部を東西に走る主要通り、ローズクランズ・ブールバールも同様である。ローズクランズの生誕地で、子供時代の家の場所には簡単な記念碑が建てられた。オハイオ州、 サンベリーのすぐ来た、短鉄のフェンスで囲まれた巨歴には記念の名番があり、彼の名前をつけた、田園道路の側にある。ハリー・タートルナブの歴史小説、ハウフ r e リメインの登場人物である。ありがとうございます。